どうも、エルザです。それでは、ラストオブアスやっていきたいと思います。さあ、前回の続きですね。早速、感染者が出てきたけど、今回はね、どんだけ出てくるか。必要になるからっていうね。ねえ、坊や。外の様子を見てきて。兵士やロバートの部下がいないかね。やつは待ち構えてるぞ。その方が面白いじゃない。早速なんかそこに敵がいるって感じかな。元気にしてるかい？今はやめてて。いやいやいや、構わないよ。ダメよ。あとで。いい？わかった。そうするよ。だから怒らないで。どうも。あ、犬もいる。いや、物騒やな。さあ、誰かへ。久しぶりだな。最近来てないんじゃないか。おい、ガードしろよ。どこに行くつもりだ。マリック。ああ、すまない、テス。君の連れだったのか。どうぞ。やれ。このボケ。おいおい、顔に食わせろよ。やれ。めっちゃ周りが物騒やな。誰だ。頭痛の種、聞かないで。頭痛の種ね。どっちかなぁ。召集令状。こっちはアイテムなし。ロバート探してる。ここを通った。30分前な。ハトバに戻った。今もそこだ。そうだね、食費、まあ食べ物買えるようになるしね。なんか嫌な感するな、ここは。やれ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 で、やね。11発か。命が惜しいなら回れ右してとっとと帰りな。あなたたちに用はないの。ロバートを渡して。面倒は嫌でしょ。早く後ろ向いてどっかへ失せろ。いなくなってほしければロバートを渡しなさい。おい、早くここから出ていかねえとお前のその頭かち割っちまうぞ。あら、そう。隠れろ。準備いい？ああ。援護する。脇から攻めて。脇からね。無理。できるだけヘッドショット狙い。うわ、無理。難しいな。意外とヘッドショットにならないんだね、あの距離は。いや、2発無断したな。どうやってこいつらを集めたんだ。そういうことだけはロバート得意だからね。さっさと終わらせましょう。いや、今のもったいねえな。もうちょっと切り当てたいな。ってことは、思った以上に感度が悪いと。あ、これぐらいがいいね。持ち上げて。はいはーい。そうか、では。あ、意外と開けるわけじゃないのね。よし。よし。
他はいない。ジョエル、こっちよ。明らかに戦いますと言わんばかりよね。ロバートの部下よ。あいつらが来るだろ。テスを消しに行った二人が殺された。テスとジョエルは間違いなくロバートを狙ってここに来る。まったく、引き受けるんじゃなかった。しょうがない。警戒して誰も忍び込めないようにしよう。さあ動いて。あっちは、あっちはいいの？あっちは？おい、何するぞ。すまん。思いっきりバレてしまった。貴様は終わりだ。意外と、ああきつそう。今のは痛そう。よしよし、結果 OK。 結果そうだね、いい感じに角に隠せれたね。あー、よかったよかった。これで隠す手間が省けたね。こっち周りでぐるって回ってで侵入するのがベストだったんだ。いや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 、痛そうやったなパンチ。いや絶対痛いよね、こんな角当てられたらね。次はもうちょっと、なかった。もうちょっと様子見てステルスで狙っていってもいい感じだね。はい、それが終わったら出発しよう。もうじき外出禁止だ。ロバートはどうした？今夜の警備は誰だ？奴は一人で寝る。今のはクソ、事故だ。ダメか、難しいもんやな。痛いね。俺ステルスとは何だったんだろう。痛い痛い、ちょっと待った待った、なんで下がる。ちょっとダメ。意外とヘッドショットはそうでもないか。でいいんだけど、ちょっと待った。あー、治療キットなぜか取れないんだ。あ、やっと取れたね。ちょっと待って、ちょっと待った、今はって声が聞こえたか。よし、いやいや、普通気づくでしょ。そう、ちょっと待った。テス、ちょっと待った。テス、違う。テス、そういうことじゃない。テス、テス、撃つんじゃない。テス、それはちょっと予定外だ。そういうことならもういいや。暴れた方が早いな。こっちは何もなし。いや、下いるね。
真下か。お、ナイフ。ナイフを使えば敵を素早く静かに倒すことができると。一撃。まあとりあえず、あれどこいる？どこ行った？いや意外とそこいたね。よし。これで一旦片付いたかな。人手がいるわ。帰って邪魔になる。ええ。やります。アイテムはなし。でどこ？いたいたいた。いやーステルスが俺できないね。肉弾戦しかやってないもんね。いやーひどいひどいです。いやでもどっちみち難しいんだろうなステルスね。気取ったクズ野郎が。さっさと終わらせよう。え、行くの？行っちゃうの？ああ、まず北からの連絡が取れない。そして南からの連絡だ。もう商品なんてどこにもねえよ。だから俺たちも公営なんてやってるんだしな。約束は守るだろう。それでどうなる？下手に動かずに。風が多いな。そういうことね。ほい。なんだ。何か聞こえたぞ。殴る気満々やねえか。すまんな。痛そうやなあれは。あ、へえ。はいはいはい。警戒しておけよ。これ逆にさ、おお、マジで倒せない。貴様は終わりだ。倒せないのか。痛い。危ない。はい。結局殴るって終わり。はい。いやー痛かったー。痛いっす。撃つな撃つな。そうか、撃っちゃったか。まあこれで片付けはしたけどな。
レンガは、一応当てることは可能だけど殺傷能力はないと。あのオフィスにいるはず。行くわよ。そうか、なるよね。あれそうなの、ね、切り替えがね難しいな。失せるか、左っすか。話があるのよロバート。お前に話すことなんか何もないぞ。銃を下ろして。消えうせる。逃げた。え、まさかの卵。ロバート、ジョエル、こっちよ。おい、待てロバート。あと少しよ。じいちゃんを走らせるんじゃない。あてや。あらロバート。ヘス、ジョエル。悪気はなかった。もちろんよ。よし。会いたかったなあ、お前が聞いたのは全部デタラメなんだ。俺は確か銃はどこにあるのか言って。ああ、わかった。でもややこしいんだ。待て、まずは話を聞いてくれ。ケープ。くそ。わかった、やめろやめろやめろ。くそ。わめかないで続けて。撃っちまった。何ですって。仕方なかった、借りがあったんだ。こっちにもよ。判断を誤ったわね。少し時間をくれ。一週間でいい。私を殺そうとしたくせに今さらバカ言わないで。殺そう、誰に撃ったの。言えねえ。二三日くれれば、うん、あっくそ。誰に撃ったか言いなさい。ファイアフライだ。奴らに借りがあった。は？なあ、奴らは軍と揉めてる。今すぐ乗り込んでぶっ殺して銃を奪おう。どうだ。おいおい、ファイアフライなんてクソだぜ。やっちまおう。ほんとバカなやつね。で、どうする。銃を取り返す。どうやって。さあね、説得するとか。とにかくファイアフライを探すの。ここにいるわよ。早速女王様のお出ましだ。なんでここに。ビジネスよ。痛そうじゃない。ロバートは。なるほど、そういうことね。彼が渡した銃は彼のじゃないのよ。返してちょうだい。そうはいかない。返してもらうわ。金は払った。武器を渡すなら見返りがいる。カード何枚欲しいの。配給カードなんていらない。運んで欲しいものがある。うまくいけば銃は返してあげる。それでどう。銃はどこにある。軍の奴らにだいぶやられたと聞いてるが。疑ってるのね。見せてあげる。逃げないと。どうする。まず銃を見ましょう。じゃあ来て。ドアの後ろ。脱出するわよ。さあさあ逃げよう。取引したいからついてきて。さあでも何を運べって言うんだろうね。回り道。
あ、そっちか。早く早く。まあ、なんだろうね、あっさりロバートを殺してしまったけど、それはそれほど問題ではなかったんだろうね、ファイアフライからしてもね。あなたの仲間、その残りに少ないからあなたを頼る。こっちよ。なぜ今なんだ。おとなしくしてた。町を出ようとしてた。でも軍は見せしめがいる。だから私たちを狙った。そうみたいだな。自分たちを守ってるだけなの。お、いっぱいアイテム。部品を集めると強化できます。あ、これか。ジョエル、手を貸して。うん、手を貸す。けどう？あ、はあ、こうやって強化できるわけね。なるほど。これ治療キット、そのうち、あ、横に大量に持てるようにしたいね。意外と1個はやっててつらい。ねえ、大丈夫？なんとか。待って、兵士よ。あれが出口、橋の下の扉。楽しい状況ではないな。こっそり抜け出しましょう。気が進まないかもしれないけど。やってみましょう。行くわよ。いやー、武器強化もっとしていきたいね。ものすごくこの多分キャラ的なもんではないと思うんだけど、動きづらさを感じるね。何もない。正義の鉄槌ってやつだ。っていうことは、こっちに切り替えて投げとい。三角が正解かな。だね、三角だね、正解はね。ステルスが全然うまくいかないな。おい、ああ痛いね。当たんない。はい、奥にいそうな、あ、いたね。いてー。意外と回避行動ないのか。すまんな。いやー、ただの殴りたがりになってるね。いや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 、そういう予定では。
まずはステルスで、ま、何をするかだね。三角ボタンしっかり押せるようにしよう。瓶ね。もう遠くないわ。こっちが正解か。これはファイアフライの仲間たちだったんだね。武器強化は銃もできるのかな。なんかナイフだけっぽいもんね。行くわよ、はい。どこに行くの、マーリン。こっちよ。そう遠くない。次こそはステルス成功させたいな。何も入ってない。ねえ、大丈夫？フラフラだけど、でも大丈夫。このすぐ先よ。市民の皆さん、外出禁止時刻になりました。急がない。正式な許可なく屋外にいる者は直ちに逮捕され起訴されます。何を運ばせたい？見せてあげる。見せてあげる？ジュエル、手を貸して。ほう。おいおい、どうした？立てよ。手を離して。ちょっと。え、やめなさい。随分と若いメンバーだな。メンバーじゃないわ。嘘。どうしたの？大丈夫、直せるから。ガイドよ。私はいけないの。私も行かない。エリー、最後のチャンスなの。おい、運ぶってこの子か？ファイアフライがいる州の議事堂まで。そんな遠くまで？でもできるでしょ。戻ったら買った武器は全部返す。倍にして返してあげる。その武器は一体どこなの？キャンプにある。この目で見るまでは何もしないわ。じゃあついてきて。武器を見てる間私は治療する。でもこの子が来るのは危険なの。ジョエルがついててあげて。おい、勝手なこと言わせない。一緒に信用できる。弟のトミーを知ってるの。困った時は兄貴を頼れって言ってた。あいつはファイアフライから去ったぞ。あんたからもね。いい人だった。ねえ、あの子と北トンネルに行って待ってて。勘弁しろよ。運ぶだけじゃない。話は終わり。あなたは大丈夫。さあ行って。急ぐんだぞ。お前はついてこい。行くぞ。エリーとこういう出会いだったんだね。へえ。いや、めっちゃ倒れてるけど味方。銃声はしてたけど。何があったの？ファイアフライだ。さっさと移動しないと俺たちも同じ目に遭う。やばいね。でしょ。任せるよ。走って行ってたね。
こは通れないってなるとこっちか。こっちだ。あら、子供が苦手だったのはあれか、サラの影響だったんだね。よし、協力は死刑に該当します。死刑に該当。ご自身の安全のためにも不審な行動は直ちに通報してください。めっちゃ通るな。どこに行くの？この上だ。北トンネルにつながってる。どうやって行くの？ちょっと待ってろよ。ってことはこっちか。おお、動く。意外と動く。さあガシャンと。いや、都合よくあるよね。あれ、普通に来れるのか。うん、来たね。そしたら、このトンネル日系に使うの？違法なもの。たまにな。子供は運んだことある？いや、初めてだ。マーリーンとはどんな関係だ？さあね、多分友達かな。友達だと？12歳ぐらいのガキがファイアフライのリーダーと友達？母さんの友達なの。私の世話もしてくれてる。あと私は14、年なんて全然意味ないけど。親はどこにいるんだ？あかんねえ。そんなのとっくにいないよ。誰の親もそうでしょ？つまり学校に通う代わりに逃げ出してファイアフライに参加したってわけだな。いい？私を運ばせる理由については教えられないよ。俺の仕事のいいところはな、理由を知らずに済むことだ。正直なとこ、そんなもの知りたくもない。よかっただろ。どちらとも口が達者って感じだね。何してるの？待ってる。じゃあ私はどうしたらいい？そんなことは自分で考えろ。時計止まってる。いや、ダメだ。行くんじゃ。寝言言ってたよ。怖い夢は嫌い。ああ、俺もだ。私、初めて見たんだ、街の外。ほんと真っ暗だね。でもここよりはマシでしょ。ファイアフライはお前をどうしたいんだ？ごめん、遅くなったわね。軍の見張りが多くて。マーリンは無事よ。武器は確認した、大量に。やるわね。ああ、行きましょう。そう、さらに進めていくと感じかな。いやー、でもあれだね、なんかちょっとずつサラの記憶が戻ってきてるんじゃないかな。自分でやりたがってたわよ。私たちは第二、いえ第三候補ね。仲間が死んで他にいなかったの。報酬をくれる奴は生きてるといいな。誰かいるでしょ。
ょっと待った。ちょっと待った。今、アイテムが。アイテムが見えた。よし。テスのリストは、ウイスキーとかなんかいろいろ書いてあったな。さあ、エンジンかける感じ？え？ん？おー！おー！おい！せめてボタン教えてくれないかな。とりあえずアクションボタンは三角って感じか。誰が受け取りに行く？別の町からファイアフライのメンバーが来る。女は貴重なはずよ。あなた何者なの？重要人物の娘かも。そんなとこ。ねえ、どれくらいかかるの？予定通りに行けばあと数時間で着くはずよ。エリー、地上に出たら私たちにちゃんとついてくる。ええ、もちろん。はい、ということで結構時間もキリがいいんで、動画はここまでにしたいと思います。ライブの方はまだ引き続きしたいなと思いますので、まあ、とりあえず動画はここまでということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。